車？ああ、ぶっ壊れてる。後ろタイヤも外れかけて。大丈夫大丈夫。道中にさ、偶然にも食あ堂車両が、食堂じゃないや、食料車両が あるんだけど。あ、そういうこと。ああ、でも後ろからはい。雪だと来てる。どうしよう。どっか別のとこ行ってくるかな。まあいいや、やっちゃおう。やっドリちゃおう。アー。ちょっと待って、俺こ、こ、撃て撃て。そうか、おお。よし。運転手、運転。あっち撃て、あっち。こっち、こっち、こっち。ん？あ、こいつら。ナイス。あ、止まった、止まった。この SMG 強っ。それなんて SMG？ よし。VSA、レイボーのスペースなんじゃねえよ。いてててて。ああ、あれか。それ結構前に手に入れてなかったっけ？俺ずっとこれ腰だめで打ってたんだけどさ、もそれうだ安け全だ。で車壊れ反乱て。軍に食糧トラックの位置を教えよう。行くぞ。単に相手の車が柔らかいだけじゃない？あ、そういう。はい、武器回収ね。機こん械なし。もん近道しちゃう。ああ、そう。おお。俺なんかすごいところにはまってるけど。こんなちょうどいいところにはまる。おおお、いい景色だ。これも走ったら、ああ、だるいな。遠い。なんでこ足んなめ。とこに。あ、思ったんだけど、これ、助けれるドローンでお互い助け合いながら落ちれば楽じゃない？何それ。 そんな作業しながら下っていくの？そんなことすんの？この人たちが。 どれどれ、何すんの？痛み分けしながらこういう断崖絶壁下っていく方法。いや、足とて首をもくじ効き率ましがた。いいと思うんじゃない？ はい、回復させるでしょ。で、今度俺が。あ、あ、そう、俺んとこ落ちてくれたら、パラシューパラシューってできんのかよ、それ。ああ、結構高いな。パラシュート開いてないじゃお前、パラシュ、俺のパラシュート故障してるんだ。何をしてんの？ はあ。これ明日痛よむし。だろうな。ちょっと EMP に戻そう。結構高いところから飛び降りたら勝手にパラシュートになるはずだ、だけど、はあ。まあ、はずでしかないんだわ。外れしかねえうん、わ。はずでしかない。あ、バイク？バイク、バイク、ババイイク。ク。あれ？バイク？プバイク？リーズ、プリーズ。いや、いつ前。悪いが、車はもらうぞ。出ろ。いや、バイクを手に入れた。ひどい。なんかユあ、ニタッド臭いな、あそこ。ユニタッツ。ユニタッドっぽい。めんどくせえ。どう？あ、やべやべやべ。ユニタッドじゃない。カルテルだ。赤い。赤い。武器だけちゃっちゃと。ドローンを展開。未確認拠点。よし。ブートキャンプ。ブートキャンプ。警報をつけなんた。か聞いたことあるんだけど。ビリあーズれじブートゃん、キャンビプ。リーズブートキャンプ。なんか確かに、ここは、なんだろう、訓練設備あ、が。あいつは終わりだ。何？サプレッサー。あれで危も、ねバレてないよ。え。バレてないな。あいつであ、こ注意。れ物資じゃん、サブこマれ。シンが思ったターゲットがいあ？る。ヘリコプター。マジ？マジ。欲しい。取ってかなきゃ。あー、ってことは、には警報があるぞ。全滅コースかな。そういう。ちょっと待ってね、あれ、ここ警報たくさんあるな。敵がいる。15人になった。ああ、どっか電源装置があった。奴らの発電あっ機があるた。ぞ。破壊。ナイス。ここ上の監視塔いるよ。どうなってんだ。いるの？まだいんの？いた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 。俺その監視塔のやつさっきサプ忘座っれたて打っね。たんだけど。倒した。おお。今怪しいんだよ。遅えよ。びっくりした。
ヘリの周辺を片付けたらね、中の人にバレそうだけど、中の人にバレたらヘリ持ってかれちゃうか。ちょっとそんな時の陽動シミュレーターを投げる。もうほぼ全員が一人だけ気づいてない。OK。ちょっと待ってね。電源は破壊したけど、念のために。くそ。警報も破壊しとく。よし。しゃがんでけ、しゃがんでけ。くそ。どうなってんだ。これみんな同じ場所にまとまってくれたら、連射するだけで倒せるんだけど、連射っていうか普通に撃つだけで。もうちょっと集まってくんないかな。監視といるじゃねえか、まだ。あ、登ってきたんだわ、別の敵。よし、やった。ナイス。ちょっと待ってね、まだモヤあるから。ロシア軍にエリアの偵察を要請した。オッケー。シミュレーターで注意を引く。どんだけ投げるんだよ、なんで俺の近くに投げてちょっとミスった。俺の予想ではもうちょっと向こう側だったんだけど。なんでこんな俺の近くに誘導グレネード投げんだよ。いや、でも。ちょっとこいつやっちゃうね。うわ、危ない。こいつやるわ。あ、違う。2番、2番やるわ。あいつは終わりだ。この3人やっちゃおうぜ。ファイヤー、ファイヤー。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。これ、いけねえ、いけねえ。ファイヤー、オッケー。早えよ。で、あいつ任せる？任せられる？監視塔のやつ。監視塔の、隠れてる。この下の小屋の2人はやるわ。あ、武器が設置されてる。いや、監視とやれるわ、俺。オッケー。なんかここすんげえ、まあ、ちょっとお粗末だけどちゃんとした訓練施設。まあブートキャンプだし。よし、あとはサクッと。サクッとキル確定。バレないように。おう、右から行こう。レレレレレレ。ラジオ止めちゃおう。ラジオどれだ、これか。てかもう武器取ってヘリでバイバイすればいいんじゃん。そうだね。もうあるもん、これ取ったし。待って、運動してる兵士たくさんいるから。ここに武器ケースがあるぞ。あ、スコーピオンは強い。おーっと、いいな。回収。よし、物資退却。オイルか、これ。オイルだね。ガソリン。回収、回収。まあこの地域に大したサムなんてないでしょう。大したサム。おお、堂々と堂々と。ピピピとか言ったら面白いね。大丈夫大丈夫、ここ近い。たまにね、6キロ以上離れてることあるから、ね。しかも武器ケースも超近いし、ね。しゃあ。はい。平凡な一日をいい一日にするには。つかこれ乗ったまんま行けそうだけど、ね。こっち乗り換えよ。あ、そっち。このアイコンは PKS、 あ、スナイパーライフルスコープ。
なんかあるあそこ。全然、あ、いる、いるじゃん。待って、カルテルのヘリが飛んでる。うわ、降りよ。ピョン。いや、そんな早く降りなくても。あ、お、あはははは、お、まさか、まさか死んだな。パラシュート開く高さじゃなかった、ね、いや、どう考えてもね。ランラムにエリアの偵察をするよう頼んで。また一人で狩るのか。ちょっと隠してるべきって言ったの。パン、はあ、近くに分かねえかな。はい、全滅。早い。待て、武器ケースが。この物資で反乱軍との友好関係が深まるはずだ。スポンのロードが長い。高所からの落下はさ、あの蘇生じゃなくてもう、うん、死亡なんだね。とにかくもう一発で戦死って出たもん。戦死、戦ってないけどな、なんとも。まあ、はい、降りてこい、こっちに。いや、ちょっとね、アイコン重なりまくってそこにワープってやりたいんだけど。あ、やっとできた。なんかヘリ飛んでるな、ずっと。なんだあのヘリ。これでよーし、オッケー。今の PKS ってサイト、うん、HDI につくのか。お、つく。お、見た目が変わるぐらいだけど、どんなもんだ。ほうほうほう、スナイパーっぽい。あ、 おっと、乗れ乗れ乗れてんだよ。ん、あ、これロードしてたから分かんなかった。はい、追いかけるぞ。おお、めっちゃスナイパーっぽい。確かに、あれだ、あれあれ、なんか蛇行してるけど。撃て撃て撃て、か、勝て勝て勝て。じゃあ突き、ああああ、エンスト、エンストした。ゴーストリコンはアップデで新しい武器やアタッチメントなどは増えたのですか。あ、なんか関係ない車呼んじゃったかも。ゴーストリコンはアップデで新しい武器やアタッチメントは増えたんですか。どうなんだろう。正直その辺何も分かんない。まあもう言っちゃったな。ほっとくか。あ、ほっとくん。うん、メディアルナにちょっと今入っちゃってるけど、メディアルナはサマテ終わったら来るんで。で、ストーリーミッション行こう。カルテルは重要な捕虜をダ・カルテル・デル・プエブロという山奥の収容所に入れている。捕虜を解放して行方不明者に関する情報を聞き出して。なんでよ、お前、おい、なんでよこいつ。副官だ。よし、オッケー。降りろ、降りろ、降りろ。あ、もう何してるんだよ。いや、銃向けたら降りるかなって思ったんだけど。甘かった。殺したらダメだからさ。はい、これ仲間だろう。死んでるし。当たったのか。なるほど、監獄を見つけると。もうここメディアルナだけど。メディアルナ何回か入って、一回ね、あのミッション関わりで入ってる。うん、まあまあ、ユニザットがいるぞ。やば、そう。いや、あのちゃんと自然を振る舞っていれば大丈夫。
これ反乱軍の車だけど。もう怪しいね。検問所、はいはい、お疲れ様です。 OK。 なんでドローンで追っかけてきてんだよ。いや俺運転してないから暇ですね。空撮でもしてるの？空撮。まあちょっとそろそろ景色はね。やべやべやべ、離れすぎた。さあ待てよ、監獄を見つけるか。中に重要な捕虜がいる。なんかすぐ見つかりそうだけどな。攻めるのが良さそうだ。攻撃を開始したら周りに注意しろ。捕虜の解放が優先。見た目がすごいもろもろしい、うん、高台から行くのがよろしいと言っておりますよ。ほう、うーん、高台、高台、こっちに登ればいいか。でも登ったらお前降りるの下手くそだからな。お前最強のドローンがいるだろう。お前、いや、パラシュート開いた方が早い。あ、ここはまりそう。なんかたまにはまって出られなくなる。ラペリたいな。ここ登れる場所あるかな、どっか。こっちかな。よし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 。あ、違う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 。あんまり登れない気がするんだけど、ここ高台言うても、うん。何ヘリオンって。で俺にも乗らせろ。なんだよ。待て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 。よいしょ。よし。ある程度ね、ある程度高台。あ、なんかもう矢印あるやんけ。あー、危ない危ない。その辺で降ろして降ろして降ろして。やばい、早早早。はい、オッケー。よし。周りのモヤモヤやモヤモヤがすごい。ああ、すげえ監獄だ。停電で自動的に鍵が開くようになってるはずだ。発電機を潰すか。そうだな。発電機を潰せ。発電機あるやん。目と鼻の先に。お得意のドローンで。いや、そうなんだけどさ、捕虜がどうたらこうたら言ってたからさ、うん、解放して逃げ出したらみんな死んじゃうんじゃね。あ、いいのかな。いいんじゃね。いいのか。発電、んあれか、ドローン準備発電機。じゃあちょっとブツンしてこよう。うん、はい、よし。これで独房の扉は開いたはずだ、はい、捕虜に話を聞こう。行方不明者の情報を集める。あ、扉が開いただけで逃げたりするよってわけではないんだけど、ちょっと警戒してる。おお、あれなんだあれ。お、武器ケースあるやん。あれ、なんかバンバンやってる。誰だあれ、あの黄色マーク。お、反乱軍。いや、ここからここからフォローしよう。ちょっととりあえず敵を排除した、うん、サンタブランカ。この距離をスコーピオンは。あ、今俺撃ったの反乱軍かよ。反乱軍殺すな。まだスポットしてないからさ。ちょっとスポットするわ。はい、散らばってるんだよね、倒しにくい。よし、サプついてないけどこの距離ならいいだろう。あ、じゃあ俺もスナイパー使おう。ナイス。おー、めっちゃ貫通キル取れる、楽ちん。あとこっちにもまだいるっぽいんだけど、我々も降りるか。ちょっとさ、行くぞ。パラシュート開かれる？大丈夫？開かれた。おお、武器武器武器。捕虜より先に武器を取りに行くね。コレクターの鏡。当たり前だろ。スナイパー、新しい新スナ。よっしゃ、ヘリ来てるぞ。で、なんか来てる。いいな、こいつは使えそうだ。G28。当たった。オッケー。当たったけど落ちない。車両来てる車両。
めんどくせえ。捕虜助けてやんないといけないから。戦ってる戦ってる。ブレがすごい。スコーピオンすごいよ。周り見たら捕虜そこら中にいるよ。うん、めっちゃいるね。あ、いたいたいた。黄色黄色いた。俺まだ敵と、まだ敵と戦ってんだけど。教えてほしいことがある。お話。サンマテオの行方不明者たちがどうなったか調べてるんだが。サンマテオの行方不明者たちがどうなったか調べてるんだが。みんな行き先はエルポゾレロだ。地中メーカーだ。だが死体はどうしてる？どこだ？ドラム缶に死体を入れて、あとは大量のレヒーヤをかけるんだ。わかるか？火星ソーダか。そう、火星ソーダだ。何日か経って中を見ると死体はなくなってる。これで名前が分かった。もっとエル・ポゾレロの情報がいるな。行方不明者がどうなったか知ってるのは奴だけだ。ノマド、ロサリオで回収してくれたファイルを見たわ。行方不明者の手がかりはなかった。エル・ポゾレロの情報はないのか。配送トラックの外見以外何も分からなかった。山道をさまよって中に乗った人と一緒にいつの間にか消滅するみたいだ。でも超常現象が起きてるわけじゃなさそうよ。ロサリオのファイルにトラックのルートに関する情報があった。今送るわ。運転手を捕まえて最終目的地を聞き出すのよ。遺体はそこにあるはず。了解。お前なんてひどいこといやちょっと縄を打って切れねえかなってやつは切れねえ。いや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 、まだ人物不明なんだ。あ、トラックが動いてるね、うん、待って。じゃあその前に新しい拠点ができてるからさ、武器の近くのサンマテオアルファ行こう。サンマテオアルファ